はい、本日はですね、買ってよかったもの7月編トップ3をご紹介していきたいなというふうに思います。いや、毎月毎月やってるこの買ってよかったシリーズもですね、もう7回目が来たということで、あとも残り5回にはなってるんですけども、もうほんまあっちゅう間ですよね、毎月毎月ね。あっちゅう間にもう過ぎていくなーいう感じだと思うんですけども、まあそんなこと言いながらもね、まあ今月も買ってよかったものをご紹介していこうということになってるはいてるんですけども、実はですね、今回紹介するのっていうのが、なぜかわからんけど、結構セールにかかってたりとか、意外と安く買えたりしたようなアイテムが多くて、別にそれをあえてランキングの上位に持ってきたわけじゃないんですけど、パッて見返してみたら、あ、結構セールでこれ買えるなとか、安く買えるやつやなみたいなのがあったんで、もしかしたらね、今月はちょっとお買い得な買ってよかったものシリーズになるかもしれないんですけど、まあ、そんな感じでいつものようにやっていきたいなと思います。なので今日の本日の流れとしてはですね、まずは買ってよかったものトップ3から3、2いきますよね。3、2で一旦ちょっとこれ箸休めいきましょうよと、番外編いきますよということで、まあ、今回はね、番外編のがちょっと豊作やったということで、まあ、4つあるんですが、それを 1,2,3 番外編 1,2,3 4つ紹介して、最後1位に持っていっておしまいという、まあ、綺麗なラインナップでね、行きたいななんて思いますので、まずは第3位から行きたいなと思います。では2021年買ってよかったもの第3位、嘘でした、すみません、2021年の7月ですね、買ってよかったもの第3位というのがこちらです。シャカのネオパンジーになってます。まあ、このサンダルはですね、もう何が良かったんって言われたら、やっぱりクッション性が良くて、今年買ったサンダルってビルケンシュトックっていうのが購入したり、あとキーンっていうサンダルとか、まあ、いろいろサンダルまた買ったはしたんですけど、まあ、その中で多分一番履き心地良かったのは多分このサンダルなんですよね。それぐらいサンダルというか、もはやもうスニーカーレベルに履き心地がいいというか、クッション性が良かったなと思います。まあ、このレビュー動画でも言ったんですけど、まあ、手羽とどっちがいいんって言われたら、正直微妙、どっちでもいいかなと思うけども、まあ、ちょっとね、ソールがこれ高いんで、そのソールが高くちょっと身長漏れたりした方がいいっていう方はこっちのパンジーちゃんの方がいいと思うんですけど、まあ、クラシックなスタイルがいい人はね、手羽になってくるかなと思うんですが、これが第1位にならへんかった理由、大きな理由としては、やっぱりこの脱ぎ履きが若干めんどくさい。これ止めた状態で足入れたり脱いだりできないんですよね。それなんでなんかっていうと、やっぱりベルトがね、こうやって3本もあるから、どうしてもこう足をそのまま振って入れようと思っても引っかかるから、いっちゃんちょっと上だけ緩めてあげて足を入れてあげる、そしてまたテープを止めてあげるっていうような感じで、僕はあんまりスニーカーとかサンダルとかってこういういちいちなんか紐を結んだり解いたりみたいなことしないんですよ。だからちょっとめんどくさいなと思ってね、履いてる状態はええんやけども、脱ぐ時にもういちいち外さなあかへんし、履く時もまたいちいち履いたりテープやったりやらなあかんかったから、それめんどくさかったからね、それがなかったらもう1位にランクインしようかなと思ったんですけど、まあ、その辺がちょっと3位になりました。ちなみに手羽とかやったらね、これ分かっていただける方いらっしゃるかもしれないですけど、絶妙な緩さにしてるんですよ。だから絶妙な緩さにしてるから、この上のテープを外すことなくそのまま足掘り込めるんですよね。これは自分の足の形にほんまにジャスト、もうこれ以上やったら脱げるでっていう緩さやけども、逆に言うとこれ以上きつくしたらもう足入らんでっていう絶妙なラインに今これキープしてるのでね、これやったらいちいち脱ぎ履きがめんどくさくないんで、まあ、僕個人的には手羽の方が好きは好きなんですけど、その問題さえ解決できればね、まあ、このシャカは良かったんじゃないかなというところで、こちら第3位になってます。では次に、ね、第2位に行きたいなと思います。買ってる方も第2位というのがこちら、ノースフェイススワローテイルフーディーになってます。僕今までね、スワローテイルベントっていうやつ持ってたんですよ。そのベントって何なんていうと、要はちょっとランニングに特化してます。ちょっと街中でちょっとランニングしてて、あ、カフェでも行きたいなと思ったけど、でもこのランニングの格好じゃ行かれへん、そう、そんな時はベントフーディーを着とけばいいんだということで、ちょっとおしゃれ仕様になってるっていうのがベントやったんですね。でもあれもう2019年からも発売されてへんから、あ、もう発売されてないへんねんなと思ったら、これは毎年出てるスワローテイルフーディーなんですよ。だからベントじゃない方、芸人みたいな感じなんですけど、これはねレビューの時も言ったんですけど、やっぱり若干ちょっとちっちゃめかなっていうところが思ってるので、もうワンサイズ、自分の普段着てるサイズよりワンサイズ上がいいかもしれませんって言ったら、視聴者の方もね、コメントでね、確かにワンサイズ上上げて購入してよかったですってお声いただいてね、まあ、こんな適当に喋ってる動画でも人のためになってんねんなと思ったんですけど、僕自身もねサイズをね、ベント買った時は L サイズで買ってたんですよ、カーキのやつね。でも今回これ XL で買うことで、ワンサイズ上に上げることによってちょっとゆったり着れるしね、あ、このサイズ感やと結構持ちやすいなんて思ったんで、ほんまにノースフェイスってね、冬のアイテムは名作だらけ、もう並べたら名作がずらーっと並ぶけど、ちょっと夏場どうなんて言われたらギクッとなるじゃないですか。ちょっと待ってくださいね、夏場の名作何があるかな、ちょっと悩むな、その間にカフェでも行ってきていいってなるじゃないですか。だけど冬場はね、なんぼでも聞いてくださいと、もういくつでも答え、もうしりとりのように答えていきますよっていうぐらい名作が豊富にあるんですけど、夏はちょっと弱めないよねっていうことがあったと思うんですけど、これはね、ノースフェイスの夏のアイテムでもちょっと代表する
するようなスワローテイルフーディーっていうジャケットとしてはこれが多分一番良かったり、まあ、個人的には、ね、するし、あとパンツやったらバーサタイルショーツ、まあ、これがもう夏のノースフェイスの2大トップちゃうかなって今のところ思ってるんですけど、それぐらいね、あの無駄な機能はないし、でもかといって必要な機能がちょうどあるんよと。こういう薄いソフトシェル系のやつって大体ポケットがないんやけども、これに関してはちゃんと両脇にポケットがあるから、ちょっとランニング行く時も鍵入れたりもできるし、ちょっとエアポッツ入れたりもできるし、まあちょっと鍵はね、あの中メッシュだからどうかなと思うけど、まあ何しか物をこうやって入れたりする。でも他のソフトシェルっていうのは今までポケットがなかったから、それが困ってたんよと。男っていうのは大体何でもかんでもポケットに無理やり突っ込んでいく、なんかどっかの領収書で出たようなあの駐車場のレシートとかもとにかくポケットに掘り込んでいくしね、どっかでもらったお釣りの小銭なんかもとにかくポケットに掘り込んでいくから、ポケットがないってことは男にとって死活問題なんですよと。女性の方はカバン持ってるからええけども、男っていうのはとにかくポケットに夢も希望も全てを詰め込むんやけども、それがないってなってくればちょっと困るじゃないですか。だからね、そういうところで、あ、よかったかなというところで、こちら第2位がスワローテイルフーディーということになってます。ではね、次第1位に行く前に番外編に移りたいなと思うんですが、番外編がまず1つ目がこちら、こちらのカバンではなくて、この先っちょに見えてるグローブなんですね。まあ、このカバンはね、僕が今作ってる米軍の生地を採用したカバンになってるんですけど、まあ、これはキャンプ用のカバンでもあるし、日常カバンでもあるんですが、そこにこのパッて刺した時のこのグローブのかっこよさね、めちゃくちゃかっこいいやないかと。これグリップスワニーって言ってね、もうキャンプとかやってはる方からしたらめちゃくちゃ有名なもうグローブなんですけど、もう定番がね、この黄色なんですわ。だからまた映えてくるでしょ。めちゃくちゃかっこいい感じになるし、さらにね、このよく見てもらったら手のひらがね、こう墨とかで綺麗に汚れてるんですわ。ほんでもう一個言うのはね、このつけ心地がめちゃくちゃいいっていうのが、なんでめちゃくちゃええのというと、この縫い代をね、あえて外にしてるんですよ。だから中でね、この縫い代がないから、はめとってもこうなんかスムーズな感じというか、こうなんか縫い代が当たってくるってことがもう全くないので、このグローブええやないかと。しかもお値段なんぼなんていうと、これがですね、7700円ぐらいで購入できるって、本革の革のグローブ、牛のグローブ使ってて7000円で買えますのと、今もうどないなってるのと思うじゃないですか。だからこれはね、良かったなと思います。今までね、実は僕安い手袋を買っとったんですよ、キャンプ用の。これね、何倍やったかな、900円ぐらいかな、 Amazon でねベストセラー入っとったから、これええんちゃうかなと思って買ったけども、やっぱりね、なんかこう愛着湧かないんですよね。別に全然使い勝手悪いとか全く思えへんけど、なんかスウェード調やし、なんか愛着湧かへんかったんですけど、やっぱこういうね、本革のなんか表面の革使ってるやつ、やっぱ愛着湧くんですよね。これ持ってちょっと焚き火してみたりとかね、これ持ってホットコーヒー入れてみたりした時の自分に酔いしれるというか。だからね、このグローブはほんまに買ってよかったなというふうに思ってますので、もう昔から続くね、めちゃくちゃ有名なグローブなんですけど、これは買ってよかったもの番外編1つ目ということになっておりました。ではね、次は2つ目に行きたいなと思います。買ってよかったもの番外編2つ目っていうのが、こちらのね、洗顔の一部、クレイジングになってるんかな、ピーリングジェルというやつになってます。まあこれ何が良かったかっていうとね、夏場とか特にそうなんですけど、なんかイチゴ穴になってる人とか多いじゃないですか。こう油とかがね、もうやっぱギトギトになってきてね、その油が酸化して黒になってきて、てん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 ってこうイチゴの花みたいになってる人多いでしょ。で僕もね、たまにあれなりかけるんですよ。やべえなと思ってね、まだ若い時は許せますけど、ほんまにもうずっとこのチャンネルで言ってるけど、おじさんの臭いの汚いのはダメなんですよ。だから清潔感は大事やでっていうことで、そのピーリングってね、僕も馴染みのないことやで、これ何ですのと、ピーリングって何ですのと、ボーリングとちゃいますのというふうに思うじゃないですか。ようよう調べてみたら、要はその中に溜まった毛穴のね、ポコッとへこんでるとこに、なんかそういう油とかがね、酸化して黒なってるらしいですわ。で、それがずっと放置されてるから真っ黒になってくるんですけど、それをきれいに落としてくれるということで、他にも僕何個も今まで買ってるんですけど、まあ、これが一番今まで使った中で良かった。何がどういいのというと、めちゃくちゃきれいに角質取れる。ポロ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 角質取れてくるし、おかげで、ポップアップの時もね、大阪の視聴者の方と会った時に、めちゃくちゃ肌綺麗ですねって言われたんですけど、別に特に僕何もやってないんですけど、まあ、これを唯一やってるかなみたいな。でそれ以外は化粧水とかは結構安いやつ使ってて、まあ、とにかくもう水分さえ塗るやっとったらそれでいいよと思ってバーってやるんですけど、ピーリングだけはねめちゃくちゃこだわりました。やっぱ汚れついてる状態で上塗りしても綺麗にならへんから、まあ、これだけはちょっと綺麗にしとこうと思ってこちら購入しました。よくね、視聴者の方から美容関係も聞かれたりするんですよ、たまにね。こんな僕でも。だからまあそれが2つ目ということになってて、次3つ目っていうのが、
こちらのスカルプシャンプーになってます。でこれに関してはですね、スカルプと聞くとあのさあ立ち上がれですよね。もう完全に男のシャンプーというイメージだと思うんですけど、これはね提供していただいたやつで、僕も実際1ヶ月間ずっと毎日使ってみたんですよ。ほんならやっぱメンズってやっぱり夏場の汗でね、ちょっとやっぱ頭皮から匂いしてくるでしょ。でなんかムーっとした匂いがしてきて、いくら香水とか制汗剤とかバーってかけたりとかしてもね、やっぱりね若干臭いんですよね。ほんでそれ以外にはね、まあ僕金髪にしてるからあれやけどね、やっぱ手入れとかもめんどくさいっちゃめんどくさいじゃないですか。まあそれがこの1ヶ月間でどうなんかということで、これもずっと1ヶ月使ってみたんですけど、これ出してみたらね、黒い液体からね、最初びっくりするんですよ。おいおい黒い液体出てくるのかいなと、おいびっくりしたびっくりしたびっくりしたってなるじゃないですか。でもねこれ使い出してからね、僕もねなんかパーって夏場とか汗かいてきたら、特に僕後頭部とこの耳の上のところにめちゃくちゃ汗かくんですよ。でこの辺ぐらいからね、おっさんの匂いしてくるんですよ。ムーンっておっさんの匂いしてきて、香水の上からおっさんが追いかけて抜いていく匂いするんですよね。でそれがやっぱ匂いちょっとマシになってきたし、それ以外にもやっぱ髪の毛ね、猫っ毛やからね、結構ペターンって、特に夏場はね汗かいてペターンってなるんですけど、それがもう最近ずっとセット、この何ヶ月間もセットしないんですけど、ふんわりした感じでねこう乾いてるんですよね。だからこの間京都の美容室に行った時も、あれセットしてたんかなと思いましたって言われて、まあその時セットしてないんですけど、それぐらいこう今まではペタッとしたのが悩みやったんですけど、まあ、これはね良かったかなと思います。なんか楽天のねランキングとかでも結構ずっと上位に入ってるような感じなんで、まあ前々から人気なんで知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕もちょくちょくシャンプー変えたりしてるからね、いろんなの試しては見てるんですけど、まあ匂いはしっかり抑えられてるし、あとドライヤーした後ふわってこう仕上がる感じ、僕もこのセンター分けのふわって仕上がる感じ、まあ、この辺がね使ってみて良かったなというふうには思いました。ただねこのシャンプー自体が最初黒の出てきてびっくりするじゃないですか。でその後別にいい匂いするわけじゃないんですよ。別にいい匂いじゃないなみたいな、他にもいっぱいいい匂いのシャンプーだったりするけども、そういうやつって汗かいたら臭くなるでしょ。でもこれはどっちかというと消臭っぽい感じなんかなと、というのがこちら3つ目ですね。じゃあ次番外編4つ目っていうのがこちらのね両面テープになってます。もうこれね両面テープと言って、はそんなもんいらんでっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、もうこれめちゃくちゃいい。僕も今まで両面テープいろんなん使ったけども、結局ハサミでね一回一回テープみたいにピュッて出して切らなあかん、ピュッて出して切らなあかん、もうめんどくさいんですよね。ハサミと両面テープは絶対これセットで持っとかなあかんってなったらめんどくさいけど、これもう最初から切ってくれてるんですよ。こんな感じでね入ってて、自分の必要な分だけこうやって切っていってね、でこれだけ、あじゃあ使いますみたいな感じでキュッて使えて、まあそれだけで終わりじゃなくて、これ取るのも取りやすいんですよ。パチって一回つけたら大体後残るでしょ。うわーなんかベトベトしてるここーとかってなったりするけど、これに関してはね後残らんとピュッて引っ張ったらね綺麗にパチンって取れるし、強力さもあるんですよ。だから僕ずっとこの両面テープ使ってるんですけど、これはつい最近また買い直したっていうか買い足したやつなんですけど、まあ、両面テープで困ってたよっていう方なんかはね、これどこのやつかわからんけどもいいかなと思います。いろんなとこに僕結構使ってますね。それこそルンバを固定する台とかにもこれを敷いて使ってたりしたら、ルンバが安心してホームステーションにピューンって帰ってくるんですね。でもこれ固定せんともうガタ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 動いて、なんかホームステーションみたいなのがどっか行ってるから、困ってた時にちょうどまあこれ見つけたんですけど、これはね良かったんちゃうかなっていうのが番外編の4つ目ということになっております。ではね最後ランキング第1位に戻りたいなと思いますので、第1位に行きますね。買って良かったもの1月編第1位というのが今僕が履いているパンツになります。このパンツは何かというと、パタゴニアのバギーズナチュラルというパンツになってます。これね実はパタゴニアの公式サイトではもちろん今定価で売ってるんですけど、スポーツ店とかによったらこれセールとかにかかってるんですよ。でこれ何がいいのというと、半ズボン史上最も涼しく履ける、最も楽ちんに履けるパンツ何って言われたらもうこれしかないんですよね。で言えるぐらい今年はバギーズショーツよりもバギーズナチュラルの方が結構履きやすいというか、でそれでもって僕ワンサイズ上で買ってるからね、 M サイズで買ってるから洗ってねちょっとやっぱ縮んでるんですよ。でもその縮んだぐらいがちょうどいいかなみたいな、 S サイズで買っちゃってたらだいぶ縮んでるからちょっとよう測れへんかったかもしれんけど、まあその辺ちょっとねフラッとこう出かける時とか、ちょっと車乗って出かける時ぐらいなんかはね、この素材やったらねちゃんと汗とかもねちゃんと吸ってくれるんですよ。でもバギーズショーツってね汗吸ってくれへんからね、ここんとこもビーチャビーチャになってるんですね、運転しながら。でこれ結構あるあるやと思うんですけど、この素材はねちゃんと天然の素材やからね、汗も吸ってくれるし、まあビチョビチョになったらね、こんなパンツビチョビチョになるから恥ずかしいけども、まあ、車乗っててね汗つくぐらいやったら全然吸ってくれるから不快感もないし、まあ、ほんでもってね涼しく履けるからこれ良かったなと思います。まあ一軍でそのお出かけの一発で使おうとは思わへんけど、まあなんかフラッとこの辺おると
か、まあ、フラーっとなんかドライブするとかぐらいだったらめちゃくちゃ気軽に履けるんですよね。なんかこれはね良かったかなと思います。まあセールとかになってへんかったらまあまあどうかなと思うけど、まあ安くもなってるし、しかも履き心地ええし、でまあ縮んだけどもちゃんとワンサイズ上で買っとったし、まあそれはね良かったかなと思います。別にそれ以上のトークないけどね。まあほんま最近ちょっと毛玉なるぐらいねもう履いてるからね、まあこれ1年後とかやったら毛玉結構すごなるやろうけども、今年はバギーズショーツではなくてバギーズナチュラルの方にちょっと浮気しちゃった夏ということになってましたね。はい、ということでね、今回2021年の7月買ってよかったものをご紹介したんですけども、他にもねテルボンヌジョガーズとかそのパタゴニアの長ズボンも良かったりしたけど、僕のライフスタイル的に履くことないんですよね。なので今のところはちょっと使い道が分からんくて、またいずれ使い道が出てきたらランキングも変わってくるかもしれないですけど、まあ現時点ではこんな感じということになっております。はい、ということで、まあ、今回はこの辺で終わりたいなと思いますので、本日は買ってよかったものをトップ3をご紹介してみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。